歴史はスリル、ショック、サスペンス、いや違うな、歴史はテレビに勝る核兵器だ、いや違うな、歴史をぶっ壊す、いや違うな、歴史ファンタジーチャンネルでございます。いやすいませんね、ちょっとね名前の方が、私は山ちゃんなんですけど、どうもこのチャンネルの題名が定まらない今日この頃。とりあえず歴史メイン、まあ9割8割ぐらい歴史やって、でワールドカップとかスラムダンクとかなんか個人的なもんがたまに入る的な感じでやって生き続けていきたいと思います。最近チャンネル登録をしていただいた皆様には心から感謝します。ありがとうございます。とりあえずチャンネル登録者数さんっていうのと、この視聴回数さんっていうのが増えるのがなんか最近楽しいなとやっておりますので、まあ飽きられないようにそこそこ頑張っていきたいと思います。まあとりあえず私は歴史プロデューサーとか歴史観光プロデュースとか、まあ真田丸やらせていただいたと、今現在で沖縄でもいろいろやってるんで、歴史まあまあめっちゃ詳しいんですけど、歴史を勉強とか研究とかするともうすぐね、歴史の矛盾とか改ざんがすぐ分かってしまって、でそれを紐解いていくと結構やばみたいなことが分かってしまってるんで、まあそういうのももうそろそろバンバン出していこうかなと思います。今回は皆さん大好きな天照大臣、元井、アマテラスの大女将さんに関してのお話です。おそらく私以外にこの説を出している人は多分いないと思うんで、まあ信じるか信じないかは、まあ、私の知ったことではなく適当にやっておりますが、でも意外とそういうのがガチやっていうのも泣きにしもあらずという感じで、まあアマテラスさんからいきますと、実は沖縄本島にアマテラスさんがいたということを知る人はちょっと少ないかなと思います。アマテラスさんのお父さんお母さん、お父ちゃんお母ちゃんがイザナミとイザナギ、イザナギとイザナミなんですけど、実はイザナミとイザナギが天から落っこちてきたという聖地がございまして、それが与座岳になります。はい、こちらが与座岳になります。与座岳の上にポコンってあるものが通称ガメラレーダーと言いまして、正式名称 FPS5 という航空自衛隊のレーダーで、全国で5機あるうちの1つになります。まあここでは、自衛隊のことは話しても仕方ないので話しません。ここでちょっと地名で遊んでみます。下に与座があります。でここの与座だけにイザナミとイザナギが落っこちてきたということなので、イザナミとイザナギ、まあ最後の字がギとナーで違うんですけど、最初の3つのひらがなは一緒ということで、イザナ、まずイからいきましょうか。ご覧の地名で右上に意識があります。まずイザナミイザナギのイがここにあります。次にザーですが、さっきから言うてるヨザっていうのがあるんですけど、実は奥の方に中座という、ここにもザがあるんですね。最後にナーですけど、まず中座のナーとヨナシロのナ、 and 右上にナシロがあります。まあね、ということで、まあイザナミとイザナギがここにおるっていうことですね。よかったよかったと。で、イザナギさんとイザナミさんの話も面白いねんけど、これはまた続々といろいろ出していきますけど、まあ、とりあえずなんやかんやって、イザナギさんが一人ぼっちになりまして、イザナギさんがミソギという、まあ、ちょっと汚い汚いみたいになって、お風呂入ったんですね。お風呂というか泉というか、その泉がなんとこの場所にもあるんですね。こちらカデシ川と言います。場所は与座岳から近くにありまして、この辺にあります。すぐ近くに南山グスクというメジャースポットもあります。はい、このようなことから
テンテル大臣さん、アマテラス大神さんは沖縄の地域で言うたら糸満っていうとこなんですけど、そこら辺におったと。でついでにアマテラスさんがおったいうことは、当然おとんとおかんのイザナミとイザナギもいたということになります。